見ていきましょう。お次は愛知県名古屋市中区です。リポーター名口白石大さん。久々のウォーキング、そして今年初のセミの声を聞きました。生温かい声、生温かい空気と雲とセミの声、季節は進んでいたんですねといただいております。はい、セミの声はね、もう生温かいなんてもんじゃない、暑いですよ。聞くだけで暑くなる、そんなね夏の声が聞こえます。もう大合唱してますね。こんな早朝からセミも元気よく鳴いているということで、はい、これからねさらにセミの鳴く地域が増えていきそうですね。